皆さんこんにちは。愛媛県西条市生き物しおみ代表のしおみです。こんにちは。すごい、今日は拍手いっぱいですね。はい、本日ですね、10月15日、素晴らしい日にですね、なんと100回記念動画配信をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、いよいよですね、今日ね、100回目を無事迎えることができました。このね、動画配信、ライブ配信を通してですね、初めて時に100回はね、やりたいと、100回チャレンジしようということで、このね、配信の方を始めてきたんですけど、なんとかね、今日100回、しかもですね、今日実は特別な日で、何が特別かというとですね、地元愛媛県西条市が地元の秋祭りの一番大きなですね、お祭り、西条祭りというのがですね、今日、明日と14、15、16と開催されます。で、その開催日のど真ん中、去年コロナで、統一行動がなくなってですね、今年も統一行動がなかったんですが、その前の年とかは、塩見もですね、まあ、地域貢献するということで、まあ、スタッフ全員自分のところの部落のお祭りに参加してもらいたいなということで、お店を閉めてですね、みんなでお祭りに参加するということもしたり、間々でもちろん着付けとか入りますんでね、その着付けを受けさせていただいて、営業したりとかですね、お休みいただいたりということで、お祭りのね、時期時期に合わせていろいろとね、こう対応していっております。さらにですね、今日は特別な日でございまして、何かというとですね、実はですね、今日私の個人的な話なんですが、今日私の誕生日です。バースデー、10月15日にね、生まれてきました。おめでとう。ありがとう。全然どうでもいい話でしたね。友達にも10月15日生まれの友達が結構いてですね、ほんまに10月15日なんかみたいな確認の試合をね、よくしております。昨日はね、家で久しぶりにね、ワインをこうちょっと飲んでみたりとかしながらね、一人でね、嫁さんとね、お祝いをしておりました。一人ではないですね。はい、ちなみにこの15、16って西条、新居浜とかですね、この東洋地域の人って結構会社もお休み、学校も休みになったりするんですよ。でこれも全国的にも珍しい場所で、全国に行った友達とか帰ってくるんですよ、お祭り休みを取って。で忙しい人はなかなか休みが取れないんですけど、それでも有給使ったりとかですね、たまには身内をね、犠牲になってもらいながらね、帰ってくる人もおるんで、そういう情報をここで公開しちゃうと困る人がたくさんいるんでやめときます。はい、で今日のお昼はですね、毎年出勤人数が少ないんで、実は昼パーティーしてるんですよ。今日はですね、私の誕生日を祝ってもらうためにみんなでピザを食べました。最初寿司とかいう話があったんですよね。あとね、これロイヤルハットさんのね、ピザ、はい、あら、来たで、東洋のね、南大門さんのね、焼肉カルビー弁当、カルビー弁当よね、カルビー弁当、ハラミ弁当、ハラミ弁当、これすごい美味しかったですね。ボリューム満タン、満点。東洋の丹原の方向かっていく道、警察署とか越えて、体育館に曲がる手前の右側です。1年2年ぐらい前にリニューアルしてね、すごい綺麗に、なってますんで、ちょっとタレはね、甘めなんですけど、非常に美味しい、焼肉屋さんなんで、ぜひね、皆さん、行ってみてください。お弁当はコロナの時にはお弁当ずっとやってたんですけど、今は10個以上の注文で、弁当の注文を受けてくれるそうです。
はい、ぜひね、皆さんで行ってみ、注文をね、してください。もちろんね、現地で食べるのがね、一番いいかと思います。はい、で今日は何の話をするかと言いますと、100回目にしてですね、なんとかこの100回を目標にですね、今日までやってきて、さらに100回目を自分の誕生日にしたいなということで、ダブル祝いということで、この日を調整しながら、月にですね、4回、5回、6回、4回から6回ぐらいを目安に配信を続けてまいりました。でそもそもですね、なぜこの動画配信を始めたかっていうとですね、去年の5月に、4月5月ぐらいからですね、コロナウイルス感染症防止対策っていうことで、おうち時間でね、外出しないでください、おうち時間っていうのが、流行り出したというかですね、言われ出したんですね。でその中でおうち時間を、どうやって楽しむかっていうことを自分自身も考えましたし、この逆に今 YouTube とかテレビとか見る人がすごく増えたんですね、急激に。でその中で地元西条の方とかでも、なかなか着物しおみっていう会社、スタジオ千歳っていう会社を知らない方が多くて、そういう方々に一人でも多くの人、うちの会社を知っていただきたいなっていうことと、どういうサービスの提供しているかとか、どういう商品を扱っているかっていうのを知ってもらいたいということがまず第一に、あったんですね。でそれをライブ配信を見ながらですね、呉服屋さんってどんなところかわからない、でうちの中身ってどういう感じかわからないんですけど、それを少しでも身近に感じていただけたら嬉しいかなっていうことで、動画配信の方を始めました。でやっぱり着物をもっと身近に感じてもらいたいなっていうことと、あ、そういうことだったら私も一回着物着てみようかなと思っていただけるように、なれば、これはもう一番ねいいんじゃないかっていうことと、おうち時間で家の断捨離とかされる方も多かったと思うんですね。その中で断捨離につながるヒントになるものだったりとか、相談とかをねぜひしていただきたいなということで、始めた。あとはですね、全国各地にものすごい産地があるんですよ。その産地の商品の紹介をね、してですね、あ、こんな商品もあるんだとか、あ、一回これ手に取って触ってみたいなとかですね、そういうふうにこう感じてもらいたい。あと最近ですね、動画配信の中で非常に人気が高いのがですね、やっぱり振り袖に関する情報なんですね。で私もですね、この動画配信を始めるにあたって、本当にいろんな多種多様の業種の皆さんがですね、いろんなチャンネルでいろんなことを発信されてまして、我々も呉服屋さんというお店の人がたくさんやってますし、着物のコーディネーターさんとかですね、着付けの先生とかですね、いろんな方が動画の配信を今されております。でその見る中で、本当にいいなって思うことが多いのと、でやっぱりそれだけ発信してるから、どんどんね皆さんの身近に着物も近づいてきたんじゃないかなって、勝手に思ってるんですけど、はい、ただ少しね考え方じゃないんですけど、思うことは振り袖ってどうなのっていう話があるんですね。成人式が18成人になる、成人式を18歳でするんか20歳でするんかっていう話があったりとかですね、あとよく言われるのは呉服屋さんの着物の販売レンタルについてのスピード感、っていう話がある中で、着物って民族衣装なんですね。で今出だしスタートでね出たのが、振り袖なんですが、園児赤いのがね、だんじりで、紫色が太鼓を出してたんですけど、全然ね、振り袖って成人式のためだけに着るものではないと思うんですよ。でお祝い事、いろんなパーティーで18や19で作る、レンタルするっていうものだけに限ったんじゃないかなって、思ってまして、九州の一部では15歳で振り袖を着るという文化を、作っていらっしゃるところもあります。はい、でその後ね、親戚兄弟の結婚式とかですね、
いろんなシーンで振袖って着ることができるんですね。うちも着物仕様にも来月ですね、45周年記念創業祭というのをさせていただきます。でもちろんね、その展示会販売会もするんですが、パーティーの方もね、やっていこうと思っておりまして、今日近日中に招待状の発送を考えております。着物を、ね、着たい人、振袖も黒留袖、ね、そういうものも好きな着物を、ね、着ていただけるという会を私は作っていってまして、毎月、ね、和の会ということもしながら着物を着ていただく文化に触れる、ね、着物に触れるということをしていってます。だから着物を着るとね、どうなんでしょうかね、すごくね、着た瞬間から着る準備から少しね、こう姿勢とかですね、気持ちとかがこう変わってくるんですね。私も先ほどね、着物を着てたんですけど、少しまたお色直しをして今ここに、いるんですが、やっぱり腹をくくるっていうね、帯を締めると凛としますし、気合が入りますし、今日もね、面白い配信ができたらなと思いながら、ここに、動画配信をスタートしました。特にね、成人式、入卒とかですね、いろんな着物を着るシーンを考えていくと、やっぱりその着れる環境とかですね、そういうことに対して着させてもらった親にも感謝ができるし、逆に子供に着せると子供の成長なんかもですね含めて、やっぱりね、家族の絆とかを感じるんじゃないかと、思います。話飛ぶんですが、数年前に着物のデザイン発表会っていうのをやったんですね。でどういうことかというと、着物のデザインを描くデッサン紙っていうのがあるんですけど、それをお客様にお配りしてデザインを変えてくださいっていうことで、デザイン画の募集をしました。あの時集まったのが40点ぐらい、皆さん個性的な絵を描いていただいて、その中で優秀賞に選ばれたのが優秀賞デザイン賞で、最優秀賞というか選ばれたのはまたちょっと違うのがあるんですけど、これがね、選ばれた着物でした。はい。でなんとこの着物を実際に作ったんですね。で実は今日たまたまなんですけど、今日本当にたまたまなんですけど、今日この着物を着て撮影をねしてたんですよ。でそれがね、その撮影の横からね、私が撮影した感じがこの感じです。はい。すごい綺麗でね、結構 こだわりとか月とかね、太陽月で幸せの雪で星っていうのでね、いろんなこう意味合いを持たしながら、で今ね、実は横に変えてくれたアスカちゃんが横でグーグーやってますけどでこれ実は前一回パーティーで来てもらったの、今日2回目で、写真撮影したらね、今日は初めてでね、楽しいね撮影で、お邪魔させてもらったんですけど、まあ、これも後ほどですね、インスタの方でアップをね、写真のアップをねしていきたいと思います。何枚かいろんなポーズでね写真撮って、これは撮影してる横で私が、無理やり撮影した画像なんですけど、まあ、こういうこともね、やっておりますので、まあ、やっぱり着物って楽しく着るのが一番じゃないかなと思いますんで、ぜひねお手持ちの着物タンスから出していただいて、呼吸をね、していただきたいなと、思います。本当にね、こういう100回重ねるに向かってですね、本当に一番最初からですね、カメラマンとしてあやちゃんが私に協力をしてくれて、ずっともう80、90回以上動画配信100回記念なんか今日はね、スタッフがほぼ全員着物着てきてるんですよ。いつもはそんなことないんですけど、
今日はなんか100回記念で、お祝いというか記念ライブになるんでっていうことで、おお、おお、これでかこれひくん、え、ちょ、なんか怖いんやけど大丈夫？ちょ、なんかすごい怖いんやけど落ちてこん？引くの？引いてください。なんか頭が落ちてきそうなんやけど、もうちょっと向こう、もうちょっと向こう、ありがとう。怖っ、怖っ、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、ケーキが、お、これちょっと、ちょっとこれ、はい、そうです、社長、ハッピーバースデー祝ライブ配信100回記念倒れんかな大丈夫はい、そう、ありがとうございますすぐこれね、ポップ作ってくれたからこれも解くか。はいはい、これなんかお札とかじゃないよね1000万円みたいなやつじゃなくて紙ね、100回記念、ね、はい、おめでとうございます。はい、こんな感じやりました。はい、お預かりします。はい、ま、こっちで、あ、これ、はい、なんかすごいことになってきたよ、あやちゃんから、うわ、おお、おお、すごい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 、あれやん、あ、やば、蹴った、よいしょ、下の方から持った方がね、これは今人気の、よいしょ、でデンすごー、ゆりとこの風船、あ、100回って書いてる、100回って書いてる、ちょっとギラギラ系で、ともくんが好きなギラギラ系、そういつも輝いてるねって言われるけど、今日は着物も輝いてる感じで、はい、キラ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 、お腹痛い、お腹痛い、これ配信を続けるって、もうどこの YouTuber さんじゃないんですけど、配信してる人も一緒で、もう常にネタに悩む、で編集に悩む、撮影の内容、角度、いろんなことをね、常にこう考えながら、戦いながらですね、企画をね、こう考えていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず私は続けるために何をしようかと思った時に、何をやめるかっていうことを考えたんですね。で、何をやめるかっていうところで、もう編集しない、編集せずに撮ったものをそのままアップする、もともとはライブ配信だったんで、それがですね、途中機材関係でライトとかですね、マイクとかですね、オスモちゃん、なんていうかな、ハンド、手ぶれ防止のオスモっていうね、この機械ですね、こういうのとかいろんな機材を、まあ、実は揃えました。で、壊れますで通信障害が起こります。で、今携帯電話でこれ撮ってるんですけど、 iPhone で、これね、なかなか電話かかってきて途中で切れてしまったりとかですね、いろんな、ね、トラブルが1回だけ、ね、音声が、ま、全く入ってない時とかね、あったりとかで、なかなかこう続けることと、日常の仕事の忙しい中で、配信するっていうのは難しくて、結構やっぱり皆さんお店終わってから夜されてる方がね、多いんですけど、夜もね、いろんな会があったりとかですね、なかなか時間を作るというのは難しくて、結局私はね、何で続けなかったかっていうと、最終的にはみんなの助けはあったんですけど、一番はカメラマンでもしてくれてるあやちゃんがね、来てくれてたから、
やっぱり続けれた、どんな状態の日でもこの日は撮ろうねって約束した日に、来てくれたからこそね、であやちゃんね、もう本当にずっと Facebook とかではシェアしてくれてたりとか、あと一回ね、本当春にモデルとしてね登場をしてくれたんで、もう皆さんもね知ってる方も多いと思うんですが、あやちゃんありがとう。え？マスク。ありがとうございました。やりました。100回。はい。もう90回以上はあやちゃんがね撮影をしてくれてます。はい。がかかると。で今日はねもうみんなもスタッフ全員がね全員ではないんですけど全員ほぼ全員が、着物を着て、今日はあやちゃんもね着物をね、着てきてくれております。はい、これは本当今から紅茶でも入れてみんなでケーキを食べる感じなんですかね。はい、これ返してくれるんですね。はい、はい、これでも今日はねギャラリーもね多いんですよ。こうギャラリーこのみんな追いかけよう今から。ああオスモちゃんが逃げられた。ほら今からみんな捕まえるぞ。ほらほらほら、ほらほらほら、今日はね結構みんなが、あすかちゃんも撃つ、みたいな。目が丸。また来て。トラブル。はい、ということで無事100回が、終わりまして、じゃあこの100回でねやめるんかと言いますと、ここからがねスタートラインに立ったと思っております。今からですねもっともっとねこう今まで以上に楽しんでいただけるような内容を考えながら、まだ塩見らしさとか、塩見でしかない商品を、ご紹介させていただけたら、楽しいなと思っております。まずはねこの1年半ね、やってきた、もうとりあえず100回を必ずやるという目標を立てて、誕生日まで必ずやるということで、やってこれた、本当にね皆さんの協力なくしてはね、できなかったと思います。本当にありがとうございました。またねやっぱり皆さんいいね押していただいたりとか、チャンネル登録してくださる数を見ながら、あもうちょっと頑張ろう、まだできるっていう励みに、ね、なりましたので、なかなかねチャンネル登録してくださいとは今までもあんまり言ったことないんですけど、ぜひねチャンネル登録いただくと、またもっと面白いことを考えないかなと思いながらやっていけると思いますので、ぜひ皆様の声援コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではみんなでバイバイしましょうかね。みんなでバイバイせないか、これね決まっとることやから。もっとこっち、よってよってよって、はいはいはい、それでは無事100回記念、動画配信の方がね、できました。ありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。さようなら。